知らなかったのなら仕方がないわ、うん、だって私も最初は知らなかったから、うん、これはもうほのなさん受け入れている言い回しだな、うん、おっと、え、これ現実？妄想？どっち？ほのな呆然とつぶやく僕の頭、ほのなきつく抱きしめていた。柔らかなゴムのブラウスがラバーフード越しに僕の頭を包み込む。ゴムのスーツに包まれた少女の小ぶりのちぶさが僕の目の前に押し付けられる。ああ、始まった。これは妄想なのかどっちなのかわかんないけど、とりあえずここはカットだ。はい、終わったっぽいですね、うん。こんなことが現実に起こってもいいのだろうかっていうぐらい主人公にとっては夢のようなことではあったので、最初は妄想かどうか疑ってしまったんですけども、紛れもなく現実での出来事でしたね。そしてもうかなりイチャイチャな、うん、二人のデュエットだったんですけど、とろとろと僕は浅い眠りの中にいた。ふと目が覚めて身を起こすと体中に鈍い痛みが走り出す。起きたの？コンクリートの床で寝てたのかな。僕の目の前にほのながいる。でも結局まだ顔は見てなかったのかな。うん、その事の最中も二人ともガスマスクというかラバーマスクをしていたので、まだ顔は見てないのかな。僕の目の前にほのながいる。柔らかなゴムの衣装で身を包んだ僕の大切なほのながいる。僕はこの暗い地下室の中で過ごすように、ああ、もう結構進んでんのか二人の時間が僕はこの暗い地下室の中で過ごすようになって一体どれくらいの時間が過ぎたのだろう。初めてほのなを抱いた日から僕はずっとここにいる。もう結構日は経ってんのか。この地下室の闇の中で何をするでもなく、ただほのなと一緒に簡易ベッドの上で座っている。並んで座っているものだから時々手や足が触れ合ったりもする。二人の体がどこか触れ合うと、僕たち二人がそれぞれに着ているゴムの衣装がペタリと皮膚に押し付けられる。そして僕たちはセックスする。簡単なきっかけだな、うん。僕とほのなはずっとそんな時を過ごしていた。たまに僕は地下室から上がる。お腹が空いて冷蔵庫のある台所まで食べるものを取りに行く時だ。僕一人で行くのは寂しいので、最近はほのなにも台所まで一緒についてきてもらっている。おお、だいぶ進展しているな。じゃあそろそろ夜中に出かけてもいいんじゃないのラバーマスクのせいで目が見えないほのな、いつも僕の手を握りしめ、恐る恐る階段を登る。一度だけほのなが料理を作ってくれたことがあった。なんだって、うん、めっちゃ円満じゃん買い置きしていた野菜がダメになってしまいそうになって、ほのなが自分からお料理してしましょうかって言ってくれたんだ。さすがにその時だけはほのなもラバーマスクを外した。だけどそれは本当に一度きりで、その時以外はほんのは決してゴムのマスクを外したりしようとはしない。地下室に座り込んでいる時は眠る時、そして僕と抱き合う時、その時以外はラバーマスクで目が見えないから、ほんのはずっと僕の手を握っている。何よそこに至るまで急すぎないか、本当に。ぼんやりとした頭をどうにかはっきりさせようとしながら、僕は目の前のほんのはを見上げる。ほのなはまっすぐ僕の方に顔を向け、僕の様子を伺おうとしているみたいだった。僕は眠ってたんだね。あんまり黙り込んだままだと可愛いほのなを心配させてしまうから、僕は急いで口を開く。僕が話しかけるとほのなはほっとしたみたいに肩から力を抜きながら、私もさっき起きたところなのとはにかむように言ってくれた、うん、そうね、ほのなさん目見えないからできるだけ言葉で説明してあげないとな。眠りにつく前、僕とほのなは二人でお酒を飲んだ。何をそういうこともしちゃうの未成年なのに。台所に上がったけれど、もう食べるものが何もなくて、祖父が残したブランデーの瓶を見つけたから、二人でちびちびと舐めるようにそれを飲んだ。割らずに？飲めないわけじゃないけれど、僕はあんまりお酒を飲んだりする方じゃない。ほのなは全くダメみたいで、彼女が自分用に作った水割りなんて、ほとんど水と言ってもいいような代物だった。一応水では割ったのか。それでも二人でお酒を飲んで、水みたいな白物なのに、ほんなあっさり、あっさり酔いつぶれてしまい、どうやら僕もコンクリートの床で眠り込んでしまったらしい。道理で体の節々が痛むはずだ。目が覚めたらあなた、そばにいなくて、床に寝てたから起こそうとしたけど、ちっとも起きないんだもの。ものすごく心配したのよ。そういうほんなは僕が目を覚ましてほっとしたみたいだ。そんな彼女をもっと安心させたくて、僕は筋肉が痛む体を無理に起こして、関節がバキバキ言うのも構わずに、むしろわざと音を立てて屈伸運動をしてみせる。そんな僕に安心したのか、僕のほのなは楽しそうにクスクス笑う。
なんかこれで良かったのかなと思い始めてきたこの展開を望んではいたものの、本当にこれで良かったのかなっていう、そういうほのなさんの身の回りの人間関係のこととか、やっぱりその最初の時点でストーリーが開始した時点でもう主人公が結構なことをしてかしてしまっていたから最初のうちは犯罪がどうのみたいな、誘拐してさらっておいてそれはどうなんだみたいなことは言っていたものの、もう一旦そこは不問じゃないけどもうそれはもうそれっていう感じで次のことを考えてはいたんですけど、急に俯瞰してしまうと、ほのなさんそれで本当に良かったのかなって思い始めたな。お腹の奥で軽い刺すような痛みが走った。胃の中からムカつくような吐き気が上がる。なんだろうと思っていると、僕の目の前でほのなのお腹がキューッとなった。そうか、僕たちはもう長い間何も食べていなかったんだ。酒飲んだ後に何か食べないと、台所の中のものをみんな食べ尽くしてしまったから、ここしばらくは水とお酒だけで過ごしていたんだ。え、これひょっとして2人で買い物行く？その服装で僕は別に構わないけど、僕のほのながお腹を空かしているのはかわいそうだ。お腹減ったろ、買い物行ってくるよ。どうにか体をほぐし終えた僕は、ほのなの方を見ていった。ほのなはじっと見えない僕を見上げている。ほのなも行く？お、本当に一緒に行くの？もしもほのなが一緒に行くなら、さすがに買い物にこの姿では出られないだろう。押し入れの奥に隠した彼女の制服をちゃんと出してあげな。おーっと、ちゃんと着替えさせて外に出してあげようとしている。これは思いもよらない。そういえば僕はほのなにラバースーツしか用意してあげてなかったんだ。食べるものを買いに行くついでに、ほのなに服も買ってあげようか。そんなことを考える僕の目の前で、ほのなは小さく首を振った。私ここで待ってちゃダメ？おお、でもほのなさんはここに残ることを選んだ。そうやな、制服着て出かけたらもう大騒ぎになるかもしれないからな。ひょっとすると、僕はほのなに尋ねた。外に出たくないのと。ほのなは少し考えて、小さな声で、でもはっきりと、怖いからとつぶやいた。外は怖いから、ここから私出たくないと。でも私、あなたが一人で行くのが怖いなら、だったら一緒に行く。なんか腹立ってきたなイチャイチャすぎて、ほのな、僕の可愛いほのな。ほのなはありったけの勇気を出して、一緒に外に出ると言ってくれている。ラバーフェチの僕たちを異端の目で眺める世界、そんな中に僕のほのなは一緒に出てもいいと言ってくれる。可愛いほのな、僕の大切なラバー人形、そんな君を僕は絶対に守りたい。大丈夫、一人で生きるよ。大丈夫、僕はそんなの慣れているから。何なんだこいつらこの展開望んではいたけど何よそれもっと正当なやり方でほのなさんとイチャイチャになったなら僕は受け入れていたけどほのなは本当に心配そうに出かける僕を見送ってくれた。何度も大丈夫かと僕に聞いてくれたりもした。大丈夫だよ、僕は男なんだから。僕のほのな、僕の大切なほのな、僕の可愛いほのな。怖い思いや恥ずかしい思いなんか君には絶対にさせはしない。自分たちに分かること、それ以外には目を向けようともしない。そんな固くなな無理解な世間の風になんか絶対に君を当てたりしないよ。あんまりほのなが心配するものだから、僕はここに上がるまで彼女をなだめるのに気を使わなきゃいけなかった。何度も大丈夫かって念を押すほのなの頭をなでてあげ、僕は彼女の緊張をほぐしてあげたくて、わざと軽口まで行ってきた。部屋の鍵は開けてるから、トイレ上のを使っていいよ。またおしっこ漏らしちゃったりなんかしたら恥ずかしいだろ、なんて。そんな僕の目の前でほのなはきゅっと身を縮め、恥ずかしそうにつぶやいた。バカ、腹立つなこいつらちょっともう廃工場を買い取ろうかな甘えた声でつぶやきながら、本当にバカって言ったほのな、あ、僕にバカって言ったほのな。どうすればいいのか分からなくて抱えた膝をキュッと縮めてしまった可愛いほのな。僕はゴムのスーツを脱いで急いで身支度まで済ませると、数日ぶりに外に出た。ジャケットのポケットに入れっぱなしになっていて、なっていた腕時計のカレンダーは、僕はもう10日近くもほのなと一緒に地下室にこもっていたことを教えてくれた。誰かに合いそうだな。でもわざわざ外の状況というか描写っていうのが用意されているっていうことは、長い間忘れていた日差しは僕の目にはひどく眩しいものだった。これミルクさんいいんじゃないの10日も音沙汰がないからって
それがあんまり眩しいものだから僕は思わず目をしばたかせる。時間にすれば今はそんなに日差しの強い時間帯ではなかったはずだ。なのにこんなに眩しく感じるなんて。早く買い物を終わらせてしまおう。またしばらく外に出なくてもいいくらいたくさんの食べ物を買って早くホノナの元に帰るんだ。そんなことを思いながら僕は急いで町に向かってかけていった。そんな僕を見送る人物の存在も知らず、何そのその穏やかじゃない一番ミルクさんだろう、どうだ、うわ違う、誰も いないわよね。ここの中でつぶやいてゆかりは無人の建物に近づいていった。素早く周囲を見回して元工場の裏手に回る。裏の勝手口は鍵が壊れて、まずい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 一見鍵がかかっているようでもひねり方によっては簡単に開いてしまうことは、ゆかりの塾に通っていた子供たちなら誰だって知っていた。もちろんゆかりも。やっと平穏な日常を手に入れたのに、うん、ここも懐かしいわね。ぐるりとあたりを見まして誰もいないことは分かっているけど、それでもゆかりは足音を忍ばせながら注意深くあたりの様子を伺っていく。やってはいけないことだと分かってはいた。だけどどうしても我慢ができなかったのだ。かたくなにゆかりをこの建物から追い出した永瀬渡の態度。彼は久しぶりの再会にもどこか様子がおかしくて、それは塾の書類の手続きで最後に会った時の印象以上にゆかりに不信感を抱かせた。この建物に何があるのかは分からない。きっと家探ししても何も出てきはしないだろう。地下室の扉施錠してないのかな。それでもゆかりは建物の中に入ってみた。してはいけないことだと分かってはいたけど、たまたま近所を通りがかったから、ほんの少しだけ気になったから。勝手口の鍵が壊れっぱなしだったから、いや理由になんないだろそんなの不法侵入していい。ほんの少しだけ様子を覗いてみるだけなのだから。足音を忍ばせ、無人の建物をゆかりは歩く。薄く窓を開けて人が暮らしているらしい部屋を覗き、そっと階段を上がって、かつて彼女と教え子たちが楽しい時間を過ごした教室を眺め、そしてゆかりは見つけた。かつて塾の講師としてこの建物に通っていた頃、一度も開けたことのなかった扉を。それはいつも目にしていたけど、一度も気を止めたことはなかった。どうなるこれ、重くきしゃ、あ、これ開いてんの鍵重くきしむ扉の向こうは、狭く薄暗い階段があった。それは冷静な気持ちで見たのなら、物置か何かに続くただの階段にしか見えない。なのになぜだろう。ゆかりはそこに妙に陰鬱な雰囲気を感じた。自然と呼吸が苦しくなって、心臓が引き絞られるみたいに痛み出す。降りてはいけない。よっさまの家のこんなところにまで無断で足を踏み入れてはいけない。いやもう中に入る時点でダメだろ地下室はダメで、1階は OK とかないだろ。それは分かっているはずなのに、ハイヒールの足が止まらない。触れるつま先がゆっくりと、むき出しのコンクリートを踏みしめようと下ろされる。どうだろう、でも、ほのなさんがこっち側について、あ、いない!隠れてる?鍵はかかっていなかった。冷たいドアの部分握りしめ、そっと回した地下の部屋に、ゆかりはそっと足を踏み入れる。隠れてんのかな?ひどく薄暗い部屋だった。天井に吊るされた薄ぼんやりとした電球以外、光源になるようなものは何もない。部屋の中にも何もなくて、あるのはただ床に置かれた空いたブランデーのボトルと空のグラスが2つ。まあグラスが2つっていうのは怪しみそうな気がするけど。壁に吸い付けられた、なぜこんなところにあるのか理解に苦しむ簡易ベッド。ほのなさん普通にトイレとかにいんのかなトイレとか行ってんのかな、うん、普通に上の使っていいよみたいなこと言ってたしな。そして部屋の扉とは反対側の壁に張り付いた異形の生き物。え?いんの普通にどうなるこれ。それ薄暗い地下室の中ではただ黒い何かとしか認識できなかった。黒くぬめぬめとした皮膚を持つ異形の生き物。その頭部には、手触りの良そうな毛髪がさらさらと流れて薄い光を反射させている。隠れているわけではなかったのか。呆然と見つめるゆかりの前で、それはかすれた鳴き声を上げた。あなた誰。ひどく怯えたその声は明らかに人間の少女のそれだった。まあ、でもこれ、ほのなさんが主人公側について、うまく言い繕ってくれるんであれば、なんとかこの場をしのげそうな気がするけど、うん、ただただその主人公には特殊な性癖があって、うん、それを隠したいがために、うん、ゆかりさんを中に入れなかったっていう、そういう説明がつくけど、ゆかりの喉は乾き出す。きちんとルージュを塗っているのに、かさついてしまった唇の皮膚が呼吸をするたび張り付いてしまう。ほのなさんもラバースーツ着てるから正体までは見破られないとは思うし、心臓の鼓動がひどく高鳴ってしまっていた。息苦しいほどの緊張は最高潮にまで達しているのに、奇妙に冷めた頭の中でもう一人のゆかりがゆかりに囁きかける。これだったのね。
これが私をここに吸い寄せたものだったのね。うん、おぞずとゆかりは目の前の異形の少女に声をかけた。あなた、誰？名乗ったらまずいぞ。ほのなさんが行方不明だっていうのは多分いろんな人に知れ渡っていると思うから。知性を保っていたらしい。それは真っ黒な面をかぶった顔の中でその部分だけ切れ込みの入って口を作られた唇を もごつかせながら名前を告げた。え、名前言ったの？天城ほの言っちゃったの？ここしばらく新聞やテレビのニュースで見かけたことのある行方不明の少女の名前。終わった終わった。時間をかけて作り上げた。ようやく手に入れた日常がここで終わった。急いで済ませた買い物なのに量が多いものだから僕は繁華街を後にした頃にはもう空オレンジ色に染まっていた。ああもう続きは主人公が帰ってからか。え、でもほのなさんいなくなってたりしないだろうな。ゆかりさんに連れられて警察に連れて行かれてるみたいな。両手に大きなスーパーのビニール袋を4つもぶら下げて僕は緩い坂道を上がる。僕が買ってきたのはスーパーの出来合いのお惣菜。ほのなが大好きな鶏の唐揚げやお寿司、サンドイッチ。僕が知っている中じゃ一番美味しいパン屋さんの一番人気のくるみのパン屋。全部あんま日持ちしないやつじゃん。これから数日間また地下室で暮らすんでしょう。うん、日持ちしないやつばっか買って大丈夫なの？あ、缶詰、あ、買ってんのね。缶詰やレトルトの食品もたくさん買い込んだからこれでしばらくはまた街に出なくてもやっていける。ん？あ、あ、嫌な音聞こえた今。嫌な音聞こえた。サイレンっぽいの聞こえたな。坂を登り切ったところにある僕とほのなの家の方、お家の方からかすかに何かが聞こえてきた。それはひどく僕の胸をざわめかせる音だけど、僕は無理やり不安をかき消し、足早に家に向かって歩いていく。終わった。早く家に帰ろう。早く家に帰るんだ。僕の家に急いで帰らなきゃ。重い荷物を振り回して僕は長い坂道を家に向かってかけていく。ん？家ではほのなが待っている。あの薄暗い地下室で僕の炎が待っている。少し固めの簡易ベッドのその上で膝を抱えてちょこんと座って僕の大切なラバー少女が静かに僕を待っている。だから早く僕と炎のお家に帰ろう。いやー、こうなるか結局。うん、あ、クリック待ち。僕はたどり着いた僕と炎の二人の家は何台ものパトカーとどこに隠れていたのか数十人の付近住民、そして数十人の警察に、十数人の付近住民、そして数十人の警官たちにぐるりとあたりを取り囲まれてしまっていた。サイレンと怒号の響く喧騒の中、鍵つけたマスコミの車がテレビカメラやマイクを抱えたスタッフたちを乗せて乱暴な運転で何十台も乗りつけてくる。そんな中で大きな荷物をぶら下げた僕はただ呆然と僕の世界が崩壊していく様を眺めていた。逃げなくちゃ。チャイとそんな意識が僕の脳裏をかすめて消える。途端に僕は荷物を投げ出し、猛然と僕の家の中に飛び込んでいた。逃げなくちゃ、逃げなくちゃ。ホノナを連れて逃げなくちゃ。だけどホノナは家の中にはもういなかった。僕の大切なホノナは一番に駆けつけたパトカーによって彼らの言う安全な場所に保護されてしまっていた。なるほどね、なるほどにゃ。そして僕は逮捕された。これから長い間、僕は牢獄に拘束されて、長い尋問とさらに長い裁判を受けるのだろう。そして僕のほとんど一生分に匹敵する長い時間を、僕は牢屋の中で過ごすのだろう。そこで僕はどんな時間を過ごすだろうか。暴れたら、あの写真でしか見たことのない芋虫みたいな拘束服とやらを、僕も着させてもらえるのだろうか。願わくばそれが柔らかなゴムで作られていますように。何言ってんだ。僕にはもうそんなことしか希望を持つことはできないのだから。終わった？いや、まあでも、まだ続くのか。激しく扉が叩かれる。外から叩かれ続けるそれはくぐもった音となって密閉された地下室の中に響き続ける。内側から鍵を下ろした部屋の中に、かすかに女の叫び声がどこからか侵入してくる。ゆかりさんかな？ほのなさん？ほのな。ここから出てきて。こんなところに行っちゃダメよ。鍵を開けて早くお母さんのところへ。え？どういうこと？ほのながここに入り込んだのは一体何度目のことだろう。家を抜けた。ああ、なるほどね。そういうことね。ちょっと状況があんまり理解できなかったけど、そういうことか。ほのなさんはもうこの場所に依存してしまって定期的にここに戻ってきて、舞い戻っているっていう感じなのかな。
うん、家を抜け出し、施設を抜け出し、病院を抜け出し、女はこの薄暗い地下室にもう何度も忍び込んでいた。その度にそれだけは絶対に手放さない。取り上げられそうになるたびに狂ったように暴れ回って守り続けたラバースーツを持ち出してきて身にまとい、ずっとそうしていたようにまだ据え付けられたままの簡易ベッドの上で膝を抱えて座り込む。まるで忘れられない夢を現実のものにしようとするように、もう二度と戻らない過去、無理だと分かっていながらも取り返そうとするかのように、女の声に混じって少年の声が響き出す。お姉ちゃん、お姉ちゃんってば。お母さん泣いてるよ。早くここから出てこいってば。あれはホナナの弟の声。一声も発しようとはしないけど、きっと扉の向こうには憔悴しきった顔をしたホナナの父親もいるのだろう。だけどホナナは部屋から出ない。座り込んだ簡易ベッドの上から立ち上がろうとさえしない。ここにいれば、ここでいい子にして待っていれば。きっと、帰ってくる。あの人、きっと帰ってくるわ。ゴムのマスクのその下で大きな目を呆然と見開きながら、ホナナはただ一人の男を待ち続ける。きっと帰ってくる。あの人はきっと帰ってくる。あの人、長瀬さんは。うわ、これ。うわぁ、これはもう誰も救われないエンディングになってしまったな。うん、ああ、エンディング1だ。ほのなラバーフェチに。いやぁ、これがまあトゥルーエンドなのかな。他のエンディングを見ないことにはこれがトゥルーエンドだと言い切れるかどうかわかんないですけど。なるほど、まあでも、そうだろうなっていう。うん、やっぱりそういうほのなさんを自分のものにするっていうことが叶った主人公ではあるんですけど、その段取りっていうのがやっぱりね、誘拐だとか拘束だとか、うん、そういうなんというか正しくないことをしているから、最終的にそういう救われない結末がやってくるっていうのは、まあ因果応報であるというか、うん、終わり方としてはまあ真っ当な気はするんですけど、支持達成率 15% 1% しか増えなかったけど、どれのこと、どの画像のことだろう。モノトーンミルクさんかな。いやー、なるほどな。なかなか面白い作品でしたけど、まあ全体を見て、まあ全体といってもまだエンディング2つしか見ていないんですけど、まあでも全体を見て感じたこととすると、やっぱりかねてから言われていたというか、まあレビューとかでもいろいろ言われているように、そういう心理的な描写が結構緻密だなっていうのは強く感じましたね。結構時間をかけて丁寧にそういうキャラクターたちの、登場人物たちの心理的なそういう表現っていうのが言語化されていて、CG の回収率は 15% っていうかなり少ない枚数しか見ていないんですけど、それでも状況がかなりよく伝わってくるディテール感っていうのが、この作品の中にはあったなっていうふうには感じましたね。うん、で、あと、まあ、ね、元祖ヤンデレゲーって言われたりだとか、それこそそういう表現が結構繊細というか、丁寧にされているっていうのもあるんですけど、うん、それ以上に僕が強く感じた、強く印象に残ったのは、ラバーフェチって気持ち悪いよねっていう、あの主人公の一言。あれがなぜか強く感動してしまって、なんでかなってちょっと考えながらプレイしていたんですけど、多分、ずっとラバーは素晴らしいって主人公は思い続けていた。で、フェティシズムイコール宗教をめいた、そういう呪物崇拝みたいな言葉だみたいな、そういう表現もあったんですけど、そういう自分自身がもう何かを信じ続ける、まあ、いわゆる宗教みたいな、そういう思想に染まってしまっている。その状況からミルクさんの一言、うん、気持ち悪いみたいな、ラバーフェチなんて気持ち悪いみたいな、その一言によって全ての洗脳が解けた。で、それを、表現として主人公はラバーフェチって気持ち悪いよねっていう、あの一言で、あ、主人公の洗脳が全て解けたんだって感じて、それで感動しちゃったのかなっていう風にも思ったし、で、あとラバーフェチっていうそういう特殊な性癖もそうですけど、誰にも理解されないと思っていた自分の心の奥底だけに抱えていたものっていうのを、そういうホノナさんっていう自分の一番好きな最愛の人に理解してもらったっていう、うん、今回のお話ではそういうラバーフェチみたいな、そういう性的なものではあるんですけど、そういう、まあ何かしら誰にでもあると思うんですよね。誰にも理解されないだろうと思っていながら、もうひた隠しにして自分の中で押し殺していた感情みたいな。そこを誰かに理解してもらうみたいな。そういうところが、この作品の真の美しさなんじゃないかなっていうふうに僕は感じましたね。うん、はい、なかなか面白い作品だなっていうふうには思ったんですけど、ただまあエンディング1の方ではホノナさんの顔一切出てこなかったな。
うん、ひょっとしてトゥルーエンドじゃなかったりすんのかな。それともトゥルーエンドっていう概念自体がそもそもない、自分が選択して辿ってきたそれこそがもうトゥルーエンドだみたいな、そういう感じの作品でもあるのかな。どうなんでしょうかね。であと R.D. レインの好き好き大好きっていうそういう小説作品もありますけど、それとは何か関連性があったんでしょうかね。ちょっと恥ずかしながら僕はそっちの方を読んだことがないので分かんなかったんですけど、うん、であとやり残したことといえば秘密の地下室、これですよね前回エンディングを回収した時には見なかったんですけど、これは何が、まあ、CG の閲覧モード、秘密の地下室へようこそ。ここでは CG、うん、そうだろうな、 CG の閲覧や音楽の鑑賞、エンディングの確認などができます。あなたがご覧になったエンディングの数によって追加されるお楽しみ、ああそういうのもあるんだ、あそういうのもあるのか、そういう本編に出てきた CG とか音楽以外のおまけみたいなものも見れるのかな、エンディングをたくさん回収していったら。それではどうぞ奥へ、うん、まあでもこの辺はね、うん、全部映すのは野暮かなっていうふうに思いますので、これはまあ一旦タイトルに戻りましょうか。まあ CG の閲覧がここでできますよっていう感じか。はい、ということで今回をもちまして好き好き大好き実況完結とさせていただきたいと思います。他のエンディングに関してはもう個人的にやってしまおうかなっていうふうに思うんですけど、うん、でちなみにこの好き好き大好きという作品は原作は Windows98 用のソフト で今回僕がプレイしたのは、まあ、パート1でも言ったんですけど、メガストアという雑誌についてきた付録としてついてきたメガストア版と呼ばれる Windows XP から Windows 8まで対応した、で現在の OS でも動作している、バージョンと、それはまあどちらももう販売終了していて入手困難なものであるんですけど、ただ Android 版も調べてみたらあるみたいなので DL サイトとかで購入できるみたいなので、興味のある方は他のエンディングとかも気になる方はそちらの方で購入されてご自身でプレイされてみてはいかがでしょうか。リンク貼りたいところなんですけど DL サイトのリンクを概要欄に貼ってしまうと YouTube に怒られてしまうので、うん、本当はリンクを貼るのが筋だとは思うんですけどちょっと貼れないっていう感じではあるので、よかったら調べてみてください。はい、ということで今回をもちましてこの好き好き大好きという作品の実況プレイを完結とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。